男の子に生まれてきたかったけど、今は女の子に生まれてきたことに誇りを持ってます。シンフォニーだ。お、その端末懐かしいね。あ、かやもりさん。はい、あの時はお世話になりました。特に泉さんに。相変わらずユッキーの株だけ高い。いえ、かやもりさんにも感謝していますよ。その端末、そんなに見返すほどいい思い出が詰まってた？はい、母親からの思いが詰まっていました。でも少し不安です。ガサツな私が結婚式のような催しをこなせるのかどうか。じゃあ練習してみようぜ。この基地でですか？そう、 31A が全面的に協力するからさ。新郎役はユッキーしかいないよな。だって男の中の男よりも男らしい女の子だもん。結果女の子じゃねえか。すみません、泉さん、こんなことに巻き込んでしまい。頭下げられたら断りづれえじゃねえか。私が司会役をやるよ。あとは一曲得た女友達で。怒られるからな。やってみる。そうね、やったりましょう。望むところや。望むところではないだろ。望んでそうなってはいないだろ。って私も怒られるよ。では準備があるから一度解散。よろしくお願いします。皆さん、本日は足元の悪い中お集まりいただき誠にありがとうございます。晴天だぞ。新郎新婦入場、スプラッシャーマウンテンに乗って登場です。はあ、スプラッシャーマウンテン、ザバーン、キャー、やっとかよ。 うわー冷てー。ただいまよりさつき家泉家ご両家の結婚披露宴を開演いたします。なお、本日の司会を仰せつかりましたのはこの俺、DJ ルカ。よろしくな、お前らよ。なんだよ、ラップバトルでも始まるのかよ。そこうるさい、今は結婚披露宴中だぞ。新郎の扱い雑すぎんだろ。ではおかけください。次に祝辞を。まず同じ第31A舞台の国見玉さんからお願いします。泉ゆきさん、さつきまりさん、結婚おめでとうございます。この私、国見玉は第 31A 部隊に所属しており、泉ゆきさんとは仲間です。泉ゆきさんは何と言っても、泉ゆきさんといえば誰もが知るように、泉ゆきさんといえばセラフ部隊随一の、この基地屈指のメガネです。本日は誠におめでとうございます。エピソード薄すぎるだろう。私はただのメガネか。本体にも触れろ。さすがです。ええ、見直されるエピソードあった？情報量一言しかなかったけど。続いて同じ第 31A 舞台の東條司さんからお願いします。さつきまりさんとは同じ31期のセラフ部隊として戦っております。実に頭の回転が速く、仲間思いで頼れる第 31C 部隊の精神的支柱と言ってもいいでしょう。そして手先も器用で創作意欲も旺盛。彼女が生み出せないものはこの世に存在しません。それらは誰かが欲し、誰かの助けとなり、誰かの命をも救う神の御業のような錬金術なのです。
しかも基地内すべてのショップ店員も務めるという超人でもあり、この基地だけに収まらない時代の寵児のような存在なのです。さらにはそっちのエピソードは止めどねえな。止めろ止めろ。照れますね。神にすら例えられてたからその反応は正しい。それでは乾杯に移ります。乾杯乾杯。朝まで飲むぞ。とんぺ焼きもらうわ。唐揚げ追加で。なんで居酒屋みたいになってんだよ。それではセラフ入刀に移ります。は？セラフ？セラフです。アリーナでもないところで呼んだら処罰もんだからな。こちらセラフ型のナイフを用意してございます。先に言えよ。最初の共同作業です。キャンサー型のケーキにセラフ入刀です。おお。じゃあ、行くぜ。はい。望ましい SE つけてくんなよ。ケーキだろ。やれ、もっと激しくな。そんなのぐっちゃぐちゃにしてやりなさいよ。空気うせるだろ。ぐっちゃぐちゃなケーキやだろ。しばらくお食事とご歓談をお楽しみください。レバ刺しとユッケ。くじ割り追加で。ドテニをもらおう。注文も追加も不可能だわ。近頃のキャンサーにさ、よく狙われるの。アキレス腱。ああ、私もついこの間狙われたわ。あれめっちゃうっといね。縄跳びさせられてるみたいに避けなあかんやろ、あれ。アキレス腱切ると動けなくなるの。あいつらに知られたんですかね。目つぶしたら見えなくなるまでは知られてないからまだマシだって。簡単の内容が物騒。簡単の感がない。なんだけ。ここで祝電を読ませていただきます。セラフ部隊司令官手塚咲さんからです。まさか司令官から。あなた頭は大丈夫？温かなメッセージありがとうございます。司令官室に突撃して言われたことを読んだだけだろ。冷ややかすぎて背筋が凍ったわ。続いても司令部七瀬七海さんからです。ありがとうございます。無言だったんなら取り上げるなよ。ありがたくすらねえわ。新郎新婦に失礼だわ。そこうるさい。今は結婚披露宴中だぞ。雑。こっちは新郎。それでは新婦からお母さんへ手紙の朗読となります。はい。おっと、ついに一番大事なところが来たな。みんなもここだけは静かに聞いてやれよ。ではお母さん、31A の皆さんがこのような場を設けてくれると聞いてから、たくさんの思いが溢れてきて止まりませんでした。取り留めもなく思いついた言葉を連ねては、ちょっと重いなって消したりを繰り返しました。それは朝まで続きました。寝不足になりながらも、お母さんに対する思いの丈を自分なりになんとかまとめて、この手紙にしたためてきました。今からそれを届けたいと。そう思っていたんですが、31Aの皆さんを見てたら、今はひたすら元気に力いっぱい生きる、それだけでいいんだって思い直しました。だから今は皆さんと一緒に飲んで食べて騒ぎます。ただいまよりカフェテリア貸し切りパーティーを開演いたします。なお本日の誓いを仰せつかりましたのはこの俺 DJ ルカ。よろしくなお前らよ。イエーイ。